とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー3周やっていきます。結構いいのが出てきてるんで、今回も期待できるかな？1周目、ボスです。まあ、慣れたもんだね。楽勝です。もうクリアするのに、そんなに時間は、昔ほどはかからなくなったよね。うん、多分みんなもそうだと思うんだけど、まあ、これもあとどんぐらいだ10日ぐらいで終わるのかな。うん、あと1週間から10日ぐらいで新しいダンジョンになるので、まあ、それも楽しみだね。どんなやつが来るんでしょうか。よーし、もう一押し大丈夫か。おーし、 OK。最後叩かれたらちょっとやばかったかもしれない。ではいきます。何が来る、頼むよ。全部微妙じゃない。まあまあユニークではあるけどさ、微妙な装備が並んだね。ダイヤモンドのツルハシは、衝撃波、雷、クリティカル。まあ、雷を輝きにしてもいい。まあまあ、使えなくはないね。うん、一発150万。とんでもない攻撃力やで。すげえ。で、マウラーズ。マウラーズは良くないよ。マウラーズ良くない。うん、エンチャントも、まあまあ、微妙かな。うん、一番右のレーンがいまいちなんで、これいらない。汚れ、黄金か、爆発付き、いや良くないね。ということはこれはもうダイヤモンドのツルハシでいいでしょう。うん、実際に使っていけそうな、エンチャント構成ではありますね。これにしときます。2周目はもうちょっと実用的なやつをお願いします。防具がいい。防具が欲しいんですよ。他はいらない、武器はいらない。防具をください、お願いします。頼むよ、防具いいやつ来て。できれば影かイカ、どっちか。他はいらないから、そのどっちかをください、お願いします。あ、なんか俺挟まっちゃった。あぶね、はまったかと思った。おー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 おお、もう間違いなくはまってはいたんだけど、オッケーオッケー。なんかゴーレムもはまってるよ。よし、オッケー。そのうわ、やばいやばいやばい、おい、やばいやばいやばい、死ぬ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 、あぶね。まあまあゴリさん出てきたと同時に回復すればまあまあいいか。おお、むちゃくちゃ減ったぞ。 OK、 いいね。 OK、 このまんま押し切ります。余裕だね。ボラを使って最後押し切っておしまいですね。頼むよ。あ、違う、なんかザコが出てる。お願いしますよ、いいやつ。防具でお願いします。防具、イカか影、どうだ。違うんかい。何これ、ツイン棒ぐらいじゃん使えるの。いやいや、エンちゃんと全然良くないわ。何もいらないぞこれ。うわ、ひどいひどい。お、ツインボーにしとくか。ひどいな、2周目。3周目、今回は星なき夜をそのまま最後まで持ってきてみました。結構攻撃力ある。うん、まあ、ここまでが結構きつかったけどね。29回で攻撃力を上げるまでが若干きつかったけども、まあまあまあ、いけないことはなかったね。うん。さあ、これがボスにどれぐらい通用するのか、ちょっと楽しみ。あぶねえ。
行くぞ。ああ悪くない、いいダメージ与えるよ。あ、おいおいおい、今範囲だった俺、範囲にいなかった気がするんだけど、まあいいや。じゃああとは削っていくだけ。ちょっと待って、ザコが、おお、びっくりした。なんかザコは生き残ってたからビビったけども、よし、オッケー。あーやば、オッケー、いいよ、よし、オッケー。いけるか、いける、いや、やっぱね、龍馬斧の方が全然戦いやすいわ戦いにく、一応これ矢に虚無がついてるからそれでそこそこダメージは与えれるんだけど、やっぱ斧でさゴリゴリ削っていった方が断然早かったね戦いにくかった。よし、じゃあラストお願い、最後いいの来て、どうだ、わーおひどい、ひどいよこれ、ブロードソードぐらいか。黄金でもないしね、虚無、重力、クリティカルか、で 6% 吸収で戦うっていう感じだけども、どうなんだ山猫は。いやいやいや、問題外です、ブローのソードしとくか。まあ使わないにしてもお供え物でいいです。それでは3回クリアしました。今日の報酬は3つですね。まずダイヤモンドのツルハシ、そしてブロードソードツインボウだね。まあかろうじてダイヤモンドのツルハシは使えるかなぐらいだね。263の衝撃波とかダメージ結構すごいから、72万だよ一発で、それを連発できるから、まあそこそこでいけるっちゃ思うんだよね。衝撃波に、まあ雷も一発45万だからね、かなりダメージあるし、クリティカルで3倍、450万か一発、悪くないっちゃ思うんだよね。まあ雷やめて輝きでもありですね。まあこれはそこそこ使っていけると思います。なかなかいいやつっていうのは出にくいね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。